マリア・グラツィア・レーラ・ロンバルディは、イタリアの女性レーシングドライバー。ピエモンテ州、アレッサンドリア出身。1975年レースオブ・チャンピオンズでの、ロンバルディ F3、F5000 で活躍後、1974年に F1 デビュー。マリア・テレーザで、フィリッピスに次ぐ、史上2人目の女性 F1 ドライバーとなった。1975年、 F1 スペイン GP で6位入賞して0.5ポイントを獲得。女性としては F1 史上初の入賞記録であり、また2017年現在唯一でもある。生涯 F1 獲得ポイント0.5は2019年現在もポイント獲得者としての最小記録として残っている。1976年をもって F1 から離脱。これ以後何人かの女性が F1 にエントリーしているが決勝レースまで進出した人物はロンバルディーンを現れていない。F15 はスポーツカーレースで活躍。特にヨーロッパツーリングカー選手権ではアルファロメオ GTV6 を借り、チャンピオン獲得経験もある。1992年ガンデ死去。ありがとうございます。